私にとってタワーは思い出の地。14年前のその日、私はここに捨てられた。あんた、こっち。早く早く。すぐ戻るからここで待っててね。すぐ戻るから、すぐ戻るから、すぐ戻るから、すぐ戻るから。最悪。よかったな。今日が最悪なら明日は今日よりいい日にしかならねえってことだ。だろ？あんた誰？お前一人か？うん。親は？わかんない。そっか。ならついてこいよ。え？それが出会い。そいつの名は戦場マルコ。彼もまた私と同じ捨て子だった。なんでついてくんだよ。なんでって。1年は下だろ。そうだけど。ついてくんなよ、うん、早く一人でも平気になれよ。しょうがねえな。何書いてんだ？マルのこと、また喧嘩したって。ったく、俺ばっか見てねえで、もっと他のことにも興味持てよ。世の中とか、自分自身とか。いいの、マルがいなかったら、今の私はいないから。私、あ、ここで結婚式あげたいな。は？こんな偏僻なところでか？マルの言う通りだったわ。え？マルは最悪を最高に変えてくれた。ここがいいの。あいつ、何なのマジで。超うざい。なんかキャラ作ってるよね。自分不幸みたいな。ねえ、男いるし。あれでしょ、あのリーゼント。ねえねえ、ちょっとさ、あいつ閉めね。マル、どこ？ねえマル、返事して。おいおい、マジで来たよ。ああ、可愛くね。やっべ、チクられたらどうする。平気平気、親とかいねえんだって。誰にも言いやしねえよ。俺ら未成年だし。いらっしゃい。あんだこりゃ。なんで出ねえんだよ。なんだよ、廃工場って。なんだよ、この胸騒ぎはよ。
すまねえ。俺がついててやれば、お前をこんな目には。どうしてこうなっちまうんだよ。俺もう終わりだよ。こんなこと、もうどうしようもねえんだよ。ダメ、ダメだよ。マルコが苦しんでるなら私が守ってあげる。辛いなら一緒に泣いてあげる。だから、だから私を一人にしないで。一人にはしねえ。守ってやる。おめえは俺がこの世の終わりまで。愛。